これリーウェのやつ全部七天神像納め終わったんで、納め終わったらこのやつ、これはスイッチ奉納できるんで、これいっちゃおう。これはな、出んのかな、バックエンジュのところのかな、水血派のところらへんだったと思う。で、多分これ言ったらなんか秘境っぽいとこ解放されそうな雰囲気なんだよね。秘境が解放されるのかな。あ、一回だけやるあのパターンかな。正規秘境とかだったらいいんだけど、そんなんないかな。な、こっち側。あれかな？これじゃないんかな？あの奥のやつかな？どれがやっててどれがやってないかよくわからんな。これをやってんだよね。全部やってる気がするんだけど。あれもやってるよな。これもやってるよね。どこなんだろう、もう一個。あの下かな。梅本さんこんばんは。メインのスマホで戻ってきました。暑くなって休憩させました。フル活用だな。これかな、これやってんのかな。あ、これだこれだ、来た。これだわ。この反対側かな。いや、そこだな。ここの、うわ、落ちちゃった。これ確か下から行けないんだよね。下から行けんのよ、ミスった。いや、これ気になってたんだよね。うわ、ファディ今戦いたくない。どこだっけ、これかな。はい。そしたら古い方の iPhone8 が画面フリーズして焦りました。危な。さあ、これでなんか秘境っぽいところが解放されるはず。開くぞ、開いたぞ。あれはどこになるんだっけ。遺跡に入る。遺跡か。この裏側かな、になるのかな。遺跡か、行ったろうやないか。この下のところだと思う。この真下かな。うわー、怖っ。おごそかな。でも電気ついとる。広、中広いな。遺跡を探索、中広いっすね。
雲でかいん、なんか遺跡周囲おるけど広くないか、広いぞ、普通に広いぞ。何の場所なんだろう、状況が全く分かってないけど、あの遺跡守衛をやらねえけんのかよ。遺跡守衛をやればいいのか、まあ、やらんと進まなさそうだよね。治りました。 iPhone11 すごいですね。改めて思いました。4人でマルチ何の問題もなく動いてすごいなと思いましたまあマジでそうよな、普通に4人でさあんだけこう自由に動いたら相当重くなりそうなもんだもんな。遺跡守衛やるしかないんか、やったるやないか。毒願望、毒願望やっとれ、やったるやないか。いつの間になんかあのパワーアップのあれが出てきたんだよ。危ない危ない、割と食らう割と食らう。岩の重さは安心できます。危な、瞬く間に。なんか来とるぞビシャップ、こんなところで潜れんぞお前ら。強引に潜るんか。危な、いや潜れるのおかしいから。あ、待って、なんとか乗り切れんかったか。いや、もう回復使いたくねえな。ノエルさんのあれで粘るか。
うわ、危ねえ。やばいね、ちゃんと食らうな。失礼しました。これ防具積んどった方がいいかな。どうせ回復に使わんといけなくなるんだったらもったいないしね。え、なんか回復してないこいつ、気のせい。気のせいかな。危ない。運命は水面に映るのです。どんだけ出てくるマジかよこいつ。ちょっと待って、そんな長期戦なら言って敵さん、敵さん、そんな長期戦なら言ってくれ。マジかよ。11にしたんですが、家族が買い替え悩んでます。iPhone なぁ。悩むよなぁ。危な。待て、やばこいつら。でも全然食らわせれんのんだけど。ちょっと待って、いや無理。嘘やろ、その組み合わせは最悪なんだが。いや無理だぞそんなの。いやそれはちょっと危ないかな、ちょっと危ないかな。うっそだろ、地獄すぎる。
これやばいわ。12は今はいいかなと11にしました。なるほど。コスパいいわな。やば。岩の重さは安心できます。火炎よ、燃やし尽くせ。危ないよ。水中で瞬く間に。何かが開いていってるな。何かしらが開いていってんのは分かるんだけど、確認する余裕がないな。あれか、開いて敵が出てきてんのか。あれ、そんなもん開かんでえぞそんなもん開けんな開かんでえぞ。そんなもん開けてったら死んじゃうんですよ。なんかこの遺跡の、あ、やった。どうなってたんだろう。なんか開いて、その開いたところから敵が出てきてたような感じはあったけど、ん、どこ行きゃいいの。こっちから降りてきたんだから、こっちかな。おお、神々しい。なんだあれ、ん、パイモン、気味が悪いよな。終点のはずだ。指輪、やべかったな。9つの凡人は人を助けることがあれば世の中の秩序を生み出すこともある。故に9つの柱で世間の紛争をここに沈め、壊す者が現れると世間を再び戦乱にまみれるであろう。中で宝器を手に取り、リーウェイ八方を守りたまえ。いい値段で売却するいい値段で売却すりゃいいの。普通の生物だね、奥にあった割に。